チャス。皆さんに愛と胸クソ悪い動画を届けるのろけ動画のレイです何を言わせんだ今回はね、またラブラブな話の中のことで、真面目でおとなしかったユウさんが最近豹変しまして特にラブモードになった時はもうガチですごいです。ちょっとその辺のお話をしたいなと思ってます。どういうふうに愛されてんのというふうに気になってる方もね、たくさんいると思うんですけど、たくさんはいねえかたくさんいねえか、意外とそのびっくりするようなことを言ってきたりします。でこの間もね、ちょっと車の中でチューチューやってまして、非常に熱い感じでもうくんずほぐれつという方くんずほぐれつあんま言わねえな、もうえらいことになってまして、その中でまあちょっといろいろ疲れたわけですよ。で自分の方はドリンクを持ってたんで、ゆうさんの方はドリンクあんまり持ってこない人なんで、なんかそんな飲まないというふうに言ってましたけれども、でまあ自分の方は持ってきたら飲んでたんですよね。そしたらどうするって言って、もう一本しかないからまあこれでも飲むみたいな話をしたら、口移しでくれというふうに言われまして、いや寝っ転がってるしみたいな、あなたみたいな、いや絶対こぼれるから無理って言って、まあ車の中ですからね、そんなことはねできませんので、立たせて飲ませたんですけど、そんなこと言うみたいなね、今時珍しいなと。昔そういうなんかね女性いましたけどね、ちょうだいっつって言って口移しでみたいなね、おねだりしてくる女の子いましたね。もう20代前半ぐらいの時かな、そういう子はいましたけれども、まあその頃みたいな感じの、女性になってるという、戻るというね、かなりなんかこうハードな仕方をしてくるという、要求してくるというね。でまあ注意してる最中も人のね頭をねこうグワッつって固定して舌を入れてくるわけですよ。すごいですよ。もうびっくりしますんで、もう半分もうこっちはもうびっくり状態で、なすがままにやられてるっていう感じですかね。どこで覚えたのそんなことみたいなのがあり、でもそれでいて合体とかはほら嫌いだと、そういう行為は嫌いだっていうことであんまりしてこなかったって言うんですけども、なんかこれどこまで本当なのかなっていうね、まあ今度ねだから確かめてやろうかなっていうところで思ってますんで、でもう中の方ね舌の使い方が半端じゃないんですよね。もう蛇のように絡めてくるのでこっちがね困るぐらいに来ます。でだからでも女性っていうのはそれで感じることもあるみたいで、たまにね吐息がね漏れるんですよ注意しながらね。あれはね卑怯だよね。エロスを感じるよね。まあこれはね多くの女性はそうなんですけど、やっぱり大体その中で舌でねこうプラッとこうね弾いてやると意外とこう吐息が漏れたりとか、まあとてもいい気分になっていただけるようですね。まあ経験上ね、なんかね自分も本能でそうやってしまうんですけども、まあまあ絡めるよりももうなんだろうなイジリーを語っていたでしょ。男の人は分かると思うんですけど、ギルガメッシュナイトとかでやってたね高速ベロをブエーってやる感じのね、あれをちょっと注意しながら、それ相手の下ね裏っ側のところとかやってみると、ちょっとこう吐息がね漏れたりとかっていうね、細かくチロチロチロっていうね行動をやってもらえるって、これサブチャンネルでやれよとなんでこれメインチャンネルでやってんだと、まあちょっとそのうちサブチャンネル稼働させますんで、
ちょっとずつ今ちょっとほんのちょっと登録してくれてる方もいますけれども、楽しみにしててください。ああ余談ねそれちゃいましたけども、まあ一応そういうね、なかなか激しい感じで、攻めてきて、ずっとあとねやめないんですよ、その中をねやめないんですよ。これは普通だと離れてったりなんかやるんですけど、もう本当に1時間とか平気でずっとこうしてくるんですよ。よくそれ自分もだから頑張ってるなとね、本当にね自分を褒めてあげたいぐらいのところで、まあまあそれはね相手のことを好きだから自分の方もやっちゃうのかなっていうところで、てへーみたいなところで何を言ってんだと、あ、ほんと胸くそ悪いでしょこの動画。まあまあそういう動画だからね、そんな感じでやってます。ほんとバカップルですよね、いい年したバカップルっていうね、ちょい悪親父と美魔女のバカップルがこの埼玉県でイチャイチャしてるわけですよ、どっかで。ぜひねちょっと見つけたら声かけてください。ちょっと単発のいかつめのね、ソフトモヒカン風の男とちょい悪のね親父とビーマジョがですねデートしてますんで、いろんなところ で夜はねそういった闇にまみれて中止まくってるんで、トントンとかやんないでね、そっちはダメで、昼間はいいけどね、声かけてもらって、まあねそういう形で結構激しくやっておりまして、で本人もね、ユウさんの方ももうなんかいつまででもなんかしたいみたいな、ね、したくなっちゃうっつってましたんで、もうたまらんねそんなしたくなっちゃうなんて言われたらね、もうお父さん頑張っちゃうよみたいなね、もうバカでしょ男って、まあ、そんなもんなんですよ。こうね婚活で知り合おうが恋愛になろうが、もう今恋愛期間をね本当に楽しんでますんで、ぜひ皆さんにもね同じようにカップリングになって恋人気分を味わってハッピーになってくださいっていうねなんだ今のはまあいいや、まあいいや、とりあえず、今日はこの辺で、終わりたいと思います。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。